どうもお疲れ様です。それでは21週目のまとめに入っていこうと思います。21週目が始まるときにいくつかのポイントを申し上げました。基本的には1週間上昇トレンドで倍一辺倒でいけばいいんですけども、月火水はね、まあその通りだとしても、木曜日に材料が入りまして、そこが変わり目になる可能性があるよと。そして金曜日はさらに材料が入りますので要注意。倍一辺倒ではうまくいかないかもしれないよっていうことでしたね。で、右の方に書いてるのが23日木曜日の深夜、2時とか3時あたりにある FOMC ということになります。この FOMC が要するに左の方に木曜変わり目って書いてある、それになるということですね。で、その日の23時、ぐるっと1日経ってですね、深夜の方でまた材料が入ります。住宅件数ですね。こちらの方も大きくドル円の相場を動かす要因になります。さらに夜が明けて金曜日の朝、日本から CPI の発表がありまして、それが左を見ていただくと要注意ということになってますので、月火水というグルーピング、そして木曜日は深夜からもうすでに変わり目があるよと。そして金曜日は一番難易度が高い一日になりますということでお話していこうと思います。そして期首、この21週目の期首の価格見ていただきたいんですけども、155円の半ばですね。こちらの方になってますけどもね。こっからスタートして、とりあえずは月火水で、まあ156円を目指すよと。そして突破したら今度はそのまま157円に向かっていきますよってことを週の頭に、予言しており、予言というかね、予測しておりました。さあ、1週間どうなるでしょうかってことです。155円の602から157円まで行くんでしょうかと。はい。じゃあ、火曜日はどういうふうになってるでしょうかね。はい。火曜日はですね、ちょっとした講義を設けております。それは、1日、とりあえず倍でトレードしていくのはいいとしてね、全時間軸が上昇になってますよね。1時間が上昇トレンド。移動平均線とローソク足の関係を見てください。そして4時間も同じです。1日も同じです。全ての時間軸が上昇トレンドですから、まあ倍以外はないかなっていうのが、火曜日の深夜4時にこうやってね、網羅されてるわけです。そして月曜日始まる時点で155円の602だったものが、火曜日のこの朝4時のスタートの時点でもう156円に入ってますよね。だから月曜日だけで、どのぐらい価格が60ピップス、70ピップス上がったのかがわかると思います。この60ピップス、70ピップス全てを取れるわけではありませんが、月曜日の時点でどこでもいいですから、倍でエントリーすれば、それはすでに利益になっているということです。で、火曜日も同じ方針です。水曜日も同じ方針です。この時点で157円を目指すようにお話しております。はい。絶好調で火曜日になったわけですけどね。はい。じゃあ、レジサボのことについて、ここはね、お話していくことになると思いますけども、レジサボってのはどういうことか。レジスタンス転じてサポートですね。で、ここでレジサボっていうのは、このね、デイリーで書かれてますけども、以前、152円あたりでずっと抵抗があったわけですよね。で、ここに、サポートが入って上の方に向かってるよってことです。で、こちらの方、ヒゲを介して移動平均線の上の方にローソク足が出てるのが、ここでも同じペースでありますよと。で、レジサボ転換なんですけども、今度ね、ここに来てるわけですよ。ちょっと消しましょうか。レジサボ転換。ここです。ね。ここで当たって下の方に行ってるでしょ、こうやって。で、それが戻ってきてるわけですから、今度ここを叩いてくるわけですよ。で、ここを抜けて上に行くんじゃないかってことを話しているのがレジサボ転換です。で、上に行くと今度は、ここの線がサポートになって、下に今度ね、行きにくくなるんですよ。上に N を書いていくって形です。こういうメカニズムで上昇トレンドができて、157円に、火水で行くんじゃないかってことをね、お話してますね。で、相変わらずですけども、4時間軸も1時間軸も、そして日足も全部上昇トレンドに乗ってますよってことをね、ここで確認してます。はい。同じ火曜日です。はい。一旦下落、まあこれはね、当然あるわけですよ。一旦下落したけども、移動平均線を
返して、また赤いところでね、反発していくよねってことを話していると思います。それからこれがレンジインレンジで、ずいぶん前ですけども線を引いたところです。これが今になってもう一回生きてくるよってことをお話しています。で、これで火曜日が終わるわけですね。で、水曜日、相変わらず倍で取っていくんですけども、深夜2時、横ばいの可能性も出てきたよってことです。これが1時間軸ですけども、移動平均線の下に潜っちゃったわけですよね。そうすると、移動平均線とローソク足が絡み合って横ばいに行く可能性もあるのと、あと、レンジインレンジからね、伸ばしてきた、こちらのサポートとレジスタンスが横ばいを作る可能性があると。ただこの横ばい、早期に脱出して上の方に抜けることもあります。で、こういった2面で見ていくってことになりますね。その場合、支配波にも注目なんですよ。4時間軸が、この移動平均線の中期の方に紛れたりとか、この青い方に紛れていくと、これは横ばいに入る可能性があるんですけども、でもどうもそうはならないと。このライムのね、緑色の線に混じって、で、そこで反発するっていうところが見れれば、これは上に抜けていくよってことね、バランスよく上位足を見ていくことによって解消できますよっていうのがね、5月22日水曜日深夜2時スタートの時点で見えてくるわけです。これを横ばいの予感で対処してるわけですね。で、次は同じ水曜日なんですけども、17時です。ね、上昇トレンドで結局はまとまったよってことですよね。だから横ばいにならずに4時間軸を見ていったら、今度は上昇トレンドが維持されることが分かったんで、倍でエントリーしたってことですよね。そうなった際には、ここが絶好のエントリーポイントに実はなっていたってことになりますよね。下の方に潜っていくかなと思ったところが、もう最良のエントリーポイントってことは、4時間を見ながら比較していけば分かるよってことです。で、全体的には上昇トレンド全然変わってませんので、まあ、4時間はちらちら見ながらじゃなくてもね、もう、あ、1時間軸で移動平均線絡んだなと。そしたらここから反発して上昇するなという判断が効くってことです。水曜日も大きく利益を取ることができました。この時点で価格が156円の389ということになってますね。はい、そして木曜日はもう最初からね、要注意なんですよ。FOMC がありましたからね。しかし実際 FOMC が3時にあったんですけども、ここね、変わりませんでした、方針は。これ。同じです。だから、木曜日も倍で攻めていけばいいかなっていうところです。そして木曜日倍で攻めていくと、その木曜日の深夜には住宅件数があるよってことですよね。だからこの日も倍一辺倒でいけたんで、すごく楽だったかなと思います。その中で、こういうふうなメカニズムもお話しています。まあ、いつものことなんですけども、移動平均線とローソク足の関係、上昇トレンド中には、乖離とくっつき反発を繰り返していくってことですね。で、階段を書くように、ギザギザしながら上昇していくっていう、まあ、そんなメカニズムを朝9時に説明してます。ですので、この時点で今日も倍を取っていきましょうねってことです。157円を目指します。で、横ばいの見極めも一応ね、4時間を見ながら4時間の支配波に引き上げられて上昇トレンドを継続するってことをちょっと前にお話しましたけども、今度ね、15分を見ながらその繊細な動きを見て、あ、これは上昇トレンドが継続するんだなってことを判断することもできるよってことです。で、横ばいも多少入るんですけども、横ばいに入ったら今度ね、どこをブレイクしたら上昇に向かうかっていうことの当たりをつけておくってことも必要ですね。それもお話しておりまはい、それでは金曜日に入りますね。金曜日は朝からこの CPI が発表されますんで、要注意だったんですけども、それがこのヒゲを出した陰線でした。陰線なんですけども、下ヒゲが長いってことは、下に向かうエネルギーがかなりね、消されてるってことになります。これによって157円に向かうことを、まあ、ここでね、報じられてるのもあって、上昇トレンドが結局金曜日も継続するんで、ないかなってところです。ただし、金曜日は、今週に限ってはね、週間トレードで倍に入れてる人が多いと思いますんで、まあ、人が多いっていうよりもね、人は少ないけど、金額が大きいですから、その資金が決済されると、ドル円の相場にね、大きな動きを出す可能性がありますんで、そこは要注意ですよ、ってことを申し上げておりました。はい、そして最後です。ね、天井が硬くなってダブルトップ。これを書いてるよねってことを、この金曜日の正午の時点で気づいたんで、
改めてここを抜けたらバイに入るっていう判断に切り替えて様子を見る、まあ、そんなことをお話しております。で、金曜日はね、場合によってはエントリーゼロでも木曜日までの利益がありますんで、高みの見物でいいんじゃないかなと。1週間のうちに最も難易度が高いのはこの金曜日ですからね、無理に手を出すことはないよってことをお話して終わりました。それでですね、現在のチャートを見ていくとこんな感じになってます。157円をね、割って結局その3点天井をつけて下の方に降りていきましたんで、これが回復して今度ついに脆くなった天井を突き破って新しい157円の価格帯で新マーケットを作るのが第22週になるんではないかなってことを感じさせます。じゃあこれ、移動平均線の下にね、ローソク足が行ったから上昇トレンド終わったかっていうと別に終わってませんね。もう下髭もバッチリ出てますし、ここから移動平均線をクリアして上の方に向かう勢いがね、示唆されてますね。4時間を見てみると全然移動平均線を下回ってないことがわかります。で、デイリーも当然上昇トレンドのまんまですよね。で、156円のレジサポをクリアしてますから、これからね、157円、158円と向かっていく、そんな第22週目、5月の最後の1週間が、この時点でもう見て取れるわけですよね。はい、じゃあ、21週目のまとめは以上です。